次週のファッション通信は2017春夏パリオートクチュールコレクション2週にわたってお届けするその第1弾は、先シーズンに引き続き公式スケジュールに参加したユイマ中里やゴルチエパリ、バレンティノなどが美の共演、さらに童話の世界のようなシークレットガーデンを出現させたディオール、メゾン初の女性クチュリエマリア・グラツィア・キューリによるオートクチュールデビューショー大特集。身にまとう芸術品、それがオートクチュールだ。